そう、終わってすぐに向かわせることになるけど、鬼が出ているらしいからね、行ってもらいたいんだ。それに私の胸の中で感じたかすかな揺らめき、調べてほしいんだよ。それが何なのか。カルー、頼んだよ。カズミさん、それに他の家族をさらわれた人も、なんとか立ち直ってくれるといいんだけど。結局禰豆子を人間に戻す方法は分からなかったな。あ、次は東京府浅草。鬼が潜んでいるとの噂あり。コルー、え、もう次行くのか。行くのよ。ちょっと待って。またない。ここが浅草。すごい、夜なのにこんなに明るいなんて。山とは大違いだ。みんないつ眠っているんだ。禰豆子、ちょっと眠そうだな。少し休ませた方がいいかな。都会って、都会ってめまいがする。あ、あっち行こう禰豆子。はあ、こんなところ初めて来た。人が多すぎる。この匂い、どうして突然こんなところで。あの時家に残っていた匂い。鬼物人、無残。いる、この先に。逃がさない、絶対に。ダメだ、これ以上は進めない。早く違う道を見つけないと。いる、近くにいる。落ち着け。こっちだな。匂いは続いている。大丈夫、逃がしはしない。横島な匂いが強くなってきた。近い。急げ。
ん？鬼物人無惨！お父さん、誰？こいつ人間のふりをして暮らしているんだ。私に何か用ですか？随分慌てていらっしゃるようですが。あら、どうしたの？人間だ。女の子と女の人は人間の匂いだ。知らないのか、わからないのか、こいつが鬼だって、人を食うって。お知り合い？いいや、困ったことに少しも知らない子ですね。人違いではないでしょうか。まあ、そうなの？あなた、どうしました？奥さん、こちらよりも自分のこと。大丈夫、きっとなんとかなる。奥さんの傷は致命傷じゃない。この人は誰も殺していない。くそ、この人を放ってはいけない。鬼物人無惨、俺はお前を逃がさない。どこへ行こうと。どうしたのかしら、あの子。ねえ、月彦さん。地獄の果てまで追いかけて、必ずお前の首に刃を振る。絶対にお前を許さない。あの耳飾り。貴様ら、何をしている？酔っ払いか？少年、この男から離れろ。ダメだ、拘束具を持ってきてください。頼みます。いいから離れろ。やめてください。俺以外はこの人を抑えられない。どけ。やめてくれ。この人に誰も殺させたくないんだ。邪魔をしないでくれ、お願いだから。ワクチ、四角無限の子。あ、なんだこの香りは。あ、なんだこの文様は。どうなってる、周りが全く見えん。何かの攻撃か。だとしたらまずい。これは。あなたは鬼となった者にも人という言葉を使ってくださるのですね。そして助けようとしているならば、私もあなたを手助けしましょう。なぜですか、あなたは。あなたの匂いは。そう、私は鬼ですが、医者でもあり、あの男、鬼物児を抹殺したいと思っている。あなたは一体。これ以上の話は後にしましょう。まずはその方たちを早急に手当てしなければ。私の診療所にご案内します。一緒に来ていただけますか。診療所？いや、でも、あの、実はよそで妹を待たせているんです。わかりました。では私は治療が必要なお二方を先に診療所へ運びます。ゆしろ、あなたはこちらの方のご案内を。俺がですか？俺はあなたと離れたくない。ゆしろ、いいですね。わかりました。それではまた後ほどお会いしましょう。禰豆子。
ごめんな、ネズコ。置き去りにして。ああ。ユシロウさんは大丈夫だ。これから道案内をしてくれる。これから行く先には、目くらましの術がかけてある。俺と一緒でなければ、お前は絶対にたどり着けない。目くらまし？それより、鬼じゃないか、その女は。しかも、しこめだ。しこめ…しこめ？醜いってことか？誰が？ネズコ！しこめのはずないだろう！よく見てみろ、この顔立ちを！町でも評判の美人だったぞ、ネズコは！行くぞ。いや、行くけれども、しこめは違うだろう、絶対！おい。あ。え？え？あ。こんなところに屋敷が。早く来い。いいか、あの方に失礼のないようにしろよ。どうぞ。ただいま戻りました。先ほどはお任せしてしまい、すみません。その奥さんは？この方は大丈夫ですよ。ご主人は気の毒ですが、拘束して地下牢に。人の怪我の手当てをして辛くないですか？鬼の俺たちが血肉の匂いによだれを垂らして耐えながら人間の治療をしているとでも。よしなさい。辛くはないですよ。普通の鬼よりかなり楽かと思います。私は私の体を随分いじっていますから。鬼舞辻の呪いも外しています。呪いが体をいじった？場所を変えてお話ししましょうか。あなた方の話も聞いておかなければなりませんからね。そうですか、そのような事情がおありだったのですね。でしたら、やはり力になれることがあると思います。それにはまず、先ほどの続き、私たちのことをお話ししなければなりません。先ほども申しましたが、私たちは鬼です。ですが、私たちは人を喰らうことなく、暮らしていけるようにしました。人の血を少量飲むだけでこと足りる。血を？それは…不快に思われるかもしれませんが、金銭に余裕のない方から輸血と称して血を買っています。もちろん彼らの体に支障が出ない量です。そうか、この人たちから鬼特有の異臭がしない理由はそれなんだ。ユシロウはもっと少量の血で足ります。この子は私が鬼にしました。え？あなたがですか？でも、え？そうですね。鬼舞辻以外は鬼を増やすことができないとされている。それはおおむね正しいです。200年以上かかって
鬼にできたのは湯城ただ一人ですから。え？一つ誤解しないでほしいのですが、私は鬼を増やそうとはしていません。不治の病や怪我などを負って余命いくばくもない人にしかその処置はしません。その時は必ず本人に、鬼となっても生きながらえたいか尋ねてからします。嘘偽りもない清らかな匂いがする。この人は信用できる。珠代さん、鬼になってしまった人を人に戻す方法はありますか？鬼を人に戻す方法はあります。は、教えてください。どんな傷にも病にも必ず薬や治療法があるのです。ただ今の時点で鬼を人に戻すことはできない。ですが私たちは必ずその治療法を確立させたいと思っています。治療薬を作るためにはたくさんの鬼の血を調べなければなりません。そこであなたにお願いしたいことが2つあります。1つ、妹さんの血を調べさせてほしい。2つ、できる限り鬼舞辻の血が濃い鬼からも血液を採取してきてほしい。禰豆子さんは今極めて稀で特殊な状態です。2年間眠り続けたとのお話でしたが、おそらくはその際に体が変化している。通常それほど長い間人の血肉や獣の肉を口にできなければ、まず間違いなく凶暴化します。しかし驚くべきことに、禰豆子さんにはその症状がない。この奇跡は今後の鍵となるでしょう。禰豆子。もう一つの願いは過酷なものになる。鬼舞辻の血が濃い鬼とはすなわち鬼舞辻により近い強さを持つ鬼ということです。そのような鬼から血を取るのは容易ではありません。それでもあなたはこの願いを聞いてくださいますか？それ以外に道がなければ俺はやります。珠代さんがたくさんの鬼の血を調べて薬を作ってくれるなら、そうすれば禰豆子だけじゃなくもっとたくさんの人が助かりますよね。そうね。あ、まずい、伏せろ。ヤハバの言う通りじゃ。何もなかった場所に建物が現れたぞ。巧妙に物を隠す血気術が使われていたようだな。しかし足跡までは消すことはできぬ。わしの目にはごまかしは効かぬぞ。ふん、鬼狩りは鬼と一緒にいるのか。どういうことじゃ。それにしてもすさまる、お前はやることが幼いというか短絡というか。矢幅はうるさいの。私の鞠のおかげですぐ見つかったのだから良いだろう。あいつら鬼舞辻の手下か。今までの鬼と明らかに匂いが違う。強いのか。濃い匂いだ。肺の中に入ってくると大盛り。ん？耳に花札のような飾りの鬼狩りはお前じゃの。俺を狙っているのか。面白いの、面白いの。十二鬼月である私に殺されることを光栄に思うがいい。十二鬼月。鬼舞辻直属の配下です。さあ遊び続けよう。朝になるまで、命尽きるまで。珠代さん、この二人の鬼は鬼舞辻に近いですか？おそらく。では必ずこの二人から血を取ってみせます。楽しいな。おい、間抜けの鬼狩り、死体を見てみろ。死体？札が、札が
す。いつの間にか。その札を通して俺の資格を貸してやる。俺の資格があれば奴らの攻撃が矢印になって見える。さっさと鬼どもの首を切れ。すごい、そんなことができるのか。ありがとうございます。耳飾り、耳飾り。あいつを倒せばあのお方が褒めてくれるの。うん、さっさとカルトしよう。ユチロ君のおかげでマリの軌道は見えるようになった。あとは俺が対応すれば。しぶといやつじゃの。もっとだ、もっと体を動かせ。素早く対応しろ。そろそろ終わりにしようぞ。私に合わせろ、ヤハバ。乱れ打ちだ。気をつけろ。少しも油断するなよ。もし本当にそいつらが十二気づきなら、まず間違いなくお前が今まで倒した奴らより手強いぞ。はい、わかりました。気をつけつつ、少しも油断せず、まず倒…今まで…はい、頑張ります。やっそーれ、はい、そらそらで決める。そろそろ終わりにしようぞ。私に合わせろ、ヤハバ。見物じゃ。全力で舞いを投げてくれよ。トマヤ様、あいつをおとりにして逃げましょう。冗談です。面白いな。弱いの、弱いの。人間は弱い、脆い。落ち着け、炭治郎。落ち着け。雑魚の分際でやりよる。そうでなくてはの。ん？そちらにいるのは逃れ者の玉代ではないか。これはいい手土産じゃ。ヤハバ、首を四つ持ち帰ればよいのかの。違う、二つじゃ。鬼狩りと逃れ者、残りの二人はいらぬ。ふん。鬼狩りの首を取る前の余興じゃ。先に女の首を取ってやろうぞ。さあ死ね。禰豆子、やれるのか。確かに禰豆子が片方を相手してくれれば俺ももう一人に集中しやすいけど、いや、悩んでいる時じゃない。今はやる時だ。禰豆子、一人を頼む。俺はもう片方をすぐに倒す。それまで持たせてくれ。私の相手をするつもりか。愚かよの、愚かよの。失せろ。私の針で体中に風穴を開けてやる。邪魔ごとき、私の全力を止められるものか。バラバラにしてやろうぞ。邪魔じゃ。うっせろ。
だけ。失せる。貴様ごとき。粘りよ粘りよる。面白いの。存分に遊び倒してやる。本気の本気で相手をしてやろうぞ。この前はよけきれない。伏せろ。さっさと死ね。死んでしまえ。やるの。小娘に苦戦するなど。珠代様、これは本気の本気で相手をしてやろうぞ。禰豆子さんの力です。人の血肉も食らわず、彼女が自分の力で急速に強くなっている。邪魔じゃ。出ますよ、珠代様。ええ、しかし相手も鬼。このままではいたずらに時間が過ぎ、朝を迎えてしまう。私が何とかしなければ。そろそろ薄汚い鬼狩りには消えてもらおうか。それはもう残酷に。焦るな。焦っていたら状況が見えなくなる。少しずつでいい。見極めて距離を詰めろ。俺ならやれる。しかし、見れば見るほど薄汚い子供じゃ。わしのそばに寄らせはせんぞ。俺を近づけまいと矢印を放ってくる。惑わされるな。前に前に進む。ヘッ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 。死ぬ者だ。行くぞ。許せぬ。邪魔だ。来たならして土ぼこりを立ておって。人間ごときがわしを苛立たせるな。土にまみれても何度倒れても自分に勝てばそれでいい。ヘッ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 。許せぬ。Hey!
死ぬ。ねじれ、巻き取れ、ねじれうぜ、デュエル。させぬわ。刀が重い。だけど二の肩、貝血を取り、必ず取ってみせる。少しでも早く薬を完成させるために、どんな鬼とも戦う。戦って勝つ。横見ぬグルマ。やった。おのれ、お前の首さえ持ち帰ればあのお方に認めていただけたのに。許さぬ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 。汚い土にわしの顔をつけおって、お前も道連れじゃ。あ、しまった、相打ちだ。あ、技を放って受け身を取らないと。体がぐちゃぐちゃだ。地の肩打ちよ。出せ、技を出せ。こんなところでやられるな。水ぐれば滝つも水面切れ、しずく波紋突き、ねじれうぜ。あばらと足が折れた。ダメだ、疲労で刀を握れない。早く行かなければ。鬼はまだいる。すぐ行く、すぐ行くから無事でいてくれ。どうか無事で。死んでしまったんですか。間もなく死にます。これが呪いです。体内に残留する鬼舞辻の細胞に肉体を破壊される。炭治郎さん、この方は十二鬼月ではありません。え、十二鬼月は眼球に数字が刻まれていますが、この方にはない。おそらくもう一方も十二鬼月ではないでしょう。弱すぎる。弱すぎる。あれで、この血が治療薬を作るための手がかりになると良いのですが。先ほどから禰豆子さんがこのような状態なのですが、大丈夫でしょうか。大丈夫です。多分二人のことを家族の誰かと思っているんです。家族。しかし禰豆子さんのかかっている暗示は人間が家族に見えるものでは。私たちは鬼ですが。でも禰豆子はお二人を人間だと判断してます。だから守ろうとした。俺、禰豆子に暗示かかってるの嫌だったけど、本人の意思がちゃんとあるみたいでよかった。すみません、禰豆子、禰豆子、離れるんだ、失礼だから。ありがとう禰豆子さん、ありがとう。行きたいと思いますか。本当に人でなくなっても生きたいと。このまま病であなたは命を落とすでしょう。ですが、
人で亡くなることは辛く苦しい。私たちはこの土地を去ります。鬼舞辻に近づきすぎました。早く身を隠さなければ危険な状況です。それにうまく隠しているつもりでも、医者として人と関わりを持てば鬼だと気づかれる時がある。炭治郎さん。はい。禰豆子さんは私たちがお預かりしましょうか。え、絶対に安全とは言い切れませんが、戦いの場に連れて行くよりは危険が少ないかと。そうかもしれない。確かに預けた方が禰豆子のためにも。玉代さん、お気遣いありがとうございます。でも俺たちは一緒に行きます。離れ離れにはなりません。もう二度と。わかりました。ではブーン長久を祈ります。じゃあな。俺たちは痕跡を消してから行く。お前らはさっさと行け。あ、はい。それでは玉代さんも石郎さんもお元気で。行くよ、禰豆子。炭治郎。お？お前の妹は美人だよ。